有馬記念いろいろ最多勝利記録ベスト3より大きい。より小さいワンより大きい池添健一騎手、4勝。有馬記念の最多勝ジョッキーは池添騎手。9年にドリームジャーニーで初制覇を飾り、11、13年にはオルフェーブルで、18年はブラストワンピースで制して4勝を記録する。通算では4009で勝率30.8%。 今年は初制覇を果たした時の相棒ドリームジャーニーのサンクスルーセブンシーズで不死制覇に挑む。なお、勝ち星2位の3勝は岡部幸雄元騎手、田原誠希元騎手、オーペリエ騎手、竹豊騎手、ルメール騎手の5人。より小さいにより大きい池江康俊調教師、4勝。最多勝トレーナーは4勝を記録する池江氏。9年ドリームジャーニー、11。 13年オルフェーブルの兄弟はいずれも池添騎手を背に勝利。16年にはルメール騎手騎乗の里のダイヤモンドで4勝目をつかんだ。通算では、421、24。出走回数の31回も最多。なお、勝ち星2位の3勝は日本柳俊夫原氏、大久保西洋元氏、藤沢和夫原氏の3人。より小さい3より大きいサンデー・サイレンス。 5シ守ボ場ではステイゴールドが強い印象だが、最多勝はサンデー・サイレンス。その3区は1年マンハッタン・カフェ、4年前のロブロイ、5年ハーツ・クライ、6年ディープ・インパクト、7年祭りだゴッホと4連覇を含む5勝を記録している。2位が4勝のステイゴールド。ドリーム・ジャーニー、オル・フェーブルの2勝に加え、12年ゴールド・シップ。3位はヒンドスタン。 ブライアンズタイムの3勝。